人間らしさがすごく魅力的なんです。ストレス発散法などを紹介します。がんばれつこ、ダダーン、えぬこだよ。皆さん、アグレッシブレツコはもう見ましたか？ OL のレッサーパンダのレツコが会社で溜まったストレスをデスボイスでカラオケをして発散するシーンが見ていて気持ちいいんですよね。そして同じく会社に勤める身の私もレツコとその周りのキャラクターにとても共感しちゃうんです。こういう人いるよねってなっちゃうんですよね。私はこの作品が大好きなんです。一度見始めたらハマってしまって見続けること間違いなしです。今日はアグレッシブレツコの紹介と共感してしまうエピソード、そして私のストレス発散法などを紹介します。それでは今日も頑張れツコ。まずはアグレッシブレツコの紹介をしていきます。一流商社で OL として真面目に働くレッサーパンダのレツコは、パワハラ上司、噂好きの同僚、おつぼねに囲まれ、多くのストレスを溜め続けることになります。誰しもこんな職場の理不尽経験したことがあるんじゃないでしょうか。そんなレツコの唯一の趣味は一人カラオケでデスメタルを歌うこと。仕事に友情に恋愛と、レツコを中心とした社会人生活を描いた作品となっています。このデスメタルを歌うシーンが爽快なんです。見た目が一気に変わってデスボイスもかっこいいんですよね。怒りや苛立ちを爆発させるシーンはまさに、言いたかったことをよく言ってくれたと見ている私たちのストレスも一緒に吹き飛ばしてくれます。出てくるキャラクターも見た目はすごく可愛いんですけど、見た目以上に人間らしさがすごく魅力的なんです。パワハラ上司やおつぼねなど嫌味っぽいキャラクターも多いんですが、たまに見せる一面がなんとも憎めないんですよね。みんな一癖も二癖もあるんですが、見たことがあるような言動や行動から、実際にこういう人いるいると妙な親近感を感じてしまいます。この中で特に私の好きなキャラクターは、選びにくいんですけど、やっぱハイダです。ハイダは、レツコのことを密かに片思いをしている、ハイエナなんですけども、会社の立ち位置的には結構世当たり上手で、なんとなくうまくいろいろこなしているキャラなんですけども、レツコの恋愛に関しては全然もう奥手で超乙女チックなハイダなんですよね。でちょっとレツコがちょっと鈍感なので、ハイダもいろいろちょっとジャブは入れてるんですけど、なかなか気づいてもらえずなんですけど、シーズン1から2から3にかけてちょっとハイダの成長がだんだんしていくので、やっぱ注目キャラクター、好きなキャラクターはハイダさんです。で他に挙げるとしたら、レツコを取り巻く男性たちが好きなんですけど、シーズン1だとレサスケ、シーズン2だとロバのタダノ、まあ、全部通してハイダくんっていう、この3つのキャラクターがすごく好きですね。ハイダの好きなシーンなんですけど、ちょっとネタバレになっちゃうので、まあシーズン3の最後とだけ言わせていただきます。ここからはキャラクターやエピソードを見て共感したお話をしていきます。まず最初はフェネコのエピソードのように、ズバズバ言ってくる同僚がいる。作中に出てくるフェネコというキャラクターは頭の回転が速く、推理や分析が得意なのですが、相手の気持ちを考えずに正論を突きつけてくることがあります。鋭い視点を持っているのは尊敬できるのですが、正直時と状況を考えずに思ったことをズバズバ言われると、そんなの分かってるよってなることもありますよね。でもそういうタイプの人って悪気があるわけではないので、仲良くなるとすごく信頼できる友達になれたりしますよね。
N 子はフェネ子に似た友達が実際いるんですけども、まあ、本当に私のダメなところをもうズバズバ的確にダメ出しして、まあ、こうでしょ、こういう風がいいんじゃないっていう解決案を教えてくれるので、すごく頼りにしています。次はトン部長のエピソードのように理不尽な態度の人がいる。大量の残業を押し付けたり、お茶を入れることを強要したり、最近の若いやつはと嫌味を言ったりなど、今では時代錯誤なことを社会人のマナーとして強制してくる人はまだごく稀にいますよね。ただ作中でもあるお話ですが、どれだけ嫌な上司のトン部長でも飲み会などで本心を聞くことで意外と根は悪い人ではないと分かることもあるので、互いにすれ違いが起きないうちにしっかりとコミュニケーションをすることも大切ですよね。もちろん今のネットフリックスではそういう経験はしたことないんですけども、まあ N 子は結構社会経験豊富な羊なので、まあ過去の職場であったりとか、そういうところでちょっとこういう経験をしたことはあるなって思います。社会人になりたての頃とかは、若いんだからこれできるでしょっていうような感じでいろいろ業務を押し付けられたりとかは実際ありましたね。まあよくよく考えてみると、その業務が、最終的には自分のためになったりとか、会社の業務をより分かりやすくするための業務だったりするので、ちょっと理不尽だなって思うところもあるんですけど、ためになったなっていうところもやっぱり実際問題あったので、まあ 100% 悪ではないのかなとは思いました。最後はアナイくんのエピソードのように、新人社員を教育する時のドキドキ。まずシーズン2から出てくるアナイくんのように過剰な対応をしてくる人はあまりいないとは思いますが、新人社員を教育したり指導する立場になると責任が増して大変ですよね。素直な人だったらまだしも、どこか癖のある人だと正直もう嫌気がさしますね。業務量は変わらないのに並行して新人の教育もするって、純粋にタスクが2倍になってますよね。まあ今の会社ではちょっと新人教育っていうのはちょっとしていないんですけども、協力会社さんと新しいことを始める際にいろいろとオンボーディングって言われる、ネットフリックスはこういうブランドですよとか、こういうツールを使いますとか、そういう教育をすることがあるんですけど、すごく自分はもう知っちゃってる身なので、その全く知らない方に教えるっていうのもすごく特殊なスキルが必要で、うまい下手ちょっと分かれちゃうなって思いました。なので私もまだまだな部分はあるんですけども、いずれはもうどんな新人でも一流に育て上げる OL 羊になりたいと思います。本当に OL 目線で見るアグレッシブレツコはあるあるネタでいっぱいです。最後に私のストレス発散方法について話していきます。そうですね、私のストレス発散方法は、人と会うことが好きなので、まあ、友達と会って話したり、ご飯行ったり、ゲームをしたり、ダンスをしたりして、いろいろ発散してますね。なのでダンスはすごく発散になります。あとはカラオケとか、やっぱり口から物を発散するなのでレッツコと結構同じように、私はデスメタル歌えないんですけど、アニソンとかを歌って、あとはダンスで思いっきり体を動かして、楽しい音楽に合わせて、まあ、自己表現のダンスをしたり、一番の発散方法ですね。アグレッシブレッツコの紹介はいかがでしたか？可愛らしいレッツコの OL な日常を通して、様々な人間ドラマが描かれているこの作品は本当に面白いです。皆さんもストレスが溜まったらレッツコを真似てデスボイスで言いたいことを叫んでみてください。見終わった後はコメントやハッシュタグで語り合いましょう。アグレッシブレッツコはネットフリックスで配信中なので、
今すぐチェックしてくださいね。またねー。